はいどうもーしげぞれーす今回は心理学理論と心理的支援の適用それと防衛規制についてでございます。今回の内容は適用防衛規制それと社会福祉士試験第31回の問題11を見て確認していきたいと思います。まずは適用と不適用について。適用とは個人と環境の調和が維持され、 心理的安定が保たれている状態です不適用とは欲求や願望が阻止され心理的に好ましくない状態を言います不安感焦燥感劣等感などのような心理的に不安定な兆候それから動悸頭痛胃痛など身体症状も見られることがあります葛藤とは同時に複数の欲求を持ち 両立が難しい欲求の間で板挟みになり迷い悩む状態のことを言います葛藤には3つのタイプがありラザルスという人はさらに1つ付け加えました葛藤のタイプ見ていきましょう接近接近葛藤これは同じくらい惹かれる2つの欲求が同時に存在している時に生じる葛藤ですね例えば旅行の計画で 沖縄ににもも行行ききたたいいし、し北海道にも行きたいしなどっちか迷うなって時は接近接近葛藤ですね。回避回避葛藤これは可能ならば避けたい欲求が2つ同時に存在している時に生じる葛藤ですね。例えば勉強したくないし成績が悪くなるのも避けたいなと両方とも回避したい葛藤があるという時ですね。接近回避葛藤 これは同じ対象に魅力を感じている反面避けたい欲求も存在している時に生じる葛藤ですね。例えば風邪を早く治したいんだけどなでも注射は避けたいなという時ですね。あるいは大きな家に住みたいけれどローンを払わなくちゃいけないのは避けたいなというようなことが接近回避葛藤ですね。それとラザルスがが言ったのが 二重接近・回避葛藤ですね。接近回避葛藤が重複する時に生じる葛藤ですね例えばスマホを購入したい時に製品 A と製品 B で迷うがどちらの製品にも利点もあれば欠点もあることで悩むという時ですね次は防衛規制これは欲求不満や不安な状態が続くと 心身ともにに不適用な状態に陥りますそこで心理的に安定状態を保つためにとる行動のことを防衛規制適用規制、制適と言いますそれでは第31回の問題11で確認していきましょう防衛規制に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいということですね選択肢を細かく見ていきたいと思いますまずは一つ目の選択肢 父から叱られ腹が立ったので弟に八つ当たりをした。これを置き換えという。父から叱られ腹が立ったので弟に八つ当たりをした。これを置き換えという。答えは丸でございますね。いきなり正解でございます。置き換えとは人への八つ当たりのことでございますね。それでは二つ目。攻撃衝動を解消するためにボクシングを始めた。 これを保証という、攻撃衝動を解消するためにボクシングを始めた、これを保証という、答えはバツでございますね。これは消化の例でございますね。消化、これは社会に承認されそうもない欲求を、社会に承認されるものに置き換えて対応する、ということですね。例えばね、上司あの野郎っていう気持ちをね、ボクシングでね、 はい、解消消すする。これが消化ですよね。あるいはね恋人に認められたい気持ちを仕事に打ち込むことで解消するこれも消化の例となりますね。保障というのは劣等感や欲求不満を力の源にしてその原因を取り除こうとしたりこれを直接保障と言いますね違う方向性を見いだす間接保証することで劣等感などに対処すること。 ですね例えば水泳が不得意な場合練習を重ねて克服しようとするこれは直接保証にあたりますねまたは水泳の代わりに陸上競技を頑張るこれは間接保証となりますね保証と言葉が似ているのが,代償というのがありますこれは代償は満たせない欲求を他の類似した対象に向けて欲求不満を解消すること。 でございますね。例えば海外旅行に行きたいなと思ってても国内旅行で我慢するこれは代償となるわけですねそれでは3つ目の選択肢苦手な人に対していつもより過剰に優しくしたこれを投影という苦手な人に対していつもより過剰に優しくしたこれを投影という答えは「×」でございますこれは反動形成の例でございます 反動形成。これは、本心とは正反対の態度や行動をとることを言いますね。例えば、嫌いな人に対して過剰に優しく接したりすること。ね。あるいは逆もありまして、好きな人に対してそっけない行動をとること。これも反動形成の例でございますね。放映というのは、自分の中にある欲求や感情が他人の中にもあるように思うことですね。例えば、 自分が嫌っている上司から、ね、上司から自分も嫌われているんじゃないかというふうに思うそれも投影ですね。あるいは、ね、片思いの相手が、ね、自分のことも好きでいてくれると思い込むこれも投影でございます。それでは4つ目「飛行機事故の確率を調べたら低かったので安心した」これを合理化という。 飛行機事故の確率を調べたら低かったので安心した。これを合理化という。答えはバツでございますね。これは知性化の例でございます。合理化。これは都合のいい理屈で自分を正当化することですね。有名なのがイソップ童話の狐とブドウの話があります。狐が美味しそうなブドウを見つけるんですけれども手が届かないのであれは酸っぱいブドウだ。 と口実を作るね。そして自分を正当化するそういう話ですねあるいはね試験で落ちたのは隣の人がうるさかったからと言い訳するのも合理化の例でございます知性化これはしっかりとした知識や情報を得ることで不安を解消することでございますね飛行機乗るの怖いと思ってる人がね飛行機事故の確率は低いんですよとかねいろんな人がしっかり ね、飛行機整備してますから大丈夫ですよっていうね、情報を得ることで安心する。これが知性化でございますね。それでは5つ目の選択肢。失敗した体験は苦痛なので、意識から締め出した。これを消化という。失敗した体験は苦痛なので、意識から締め出した。これを消化という。答えはツでございます。これは抑圧の例でございます。 抑圧これは不快な記憶や観念を意識の外へ押し出そうとすることですね。例えばトラウマ体験をした時にその体験に関する記憶が曖昧になったりするこれは抑圧ということでございますね。え他の防衛規制についても23説明していきたいと思います。対抗これは現在の発達段階より下の段階に逆戻りをすることですね。 いわゆる赤ちゃん帰り現象ですね。お母さんね、弟のことばっかり見て、僕のこと全然見てくれない。ね、お母さんなんて嫌だって言ってね、赤ちゃん帰りする現象ですよね。これが対抗でございます。逃避。これは苦痛や不安から逃れるため、他の現実へ逃げることですね。白昼夢とか空想の世界にふける。これが逃避でございますね。同一死。 これは、夢を叶えている人に自分の姿を重ね、満足しようとすることでございますね。テレビでね、アイドルを見て、自分もね、その姿に重ねて、なりきったりする。これは、同一視でございますね。はい、今回は、心理学理論と心理的支援の適用、それと防衛規制についてのお話でございました。最後までありがとうございました。